at home. 僕の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータ at home。 この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さてですね、フェイバリットの活動も無事終わりまして、まあ皆さんね、最近何してんだろうって思う方もね、たくさんいらっしゃると思いますが、まあ実はですね、僕たちも次のね、作品の準備の真っ只中でございます。はい、最近ね、こうサイン会とかでもよく2021年お疲れ様ですみたいなね、振り返ってみてどうでしたかってよく言われるんですよ。まあ、まだまだね、こう振り返る余裕なんてないぐらいにね、2021年ね、やることがたくさん残ってますので、最後までね、走り切ろうと思っております。2021年ね、皆さん最後までついてきてほしいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でブレックファースト。 Baby last night 해린 달빛 아래로 너만 빛나 유난히 눈부셔 이대로만 나의 곁에 머물러 잠시 도 넌 사라지지 마 I want you baby don't stop you 시간은 우릴 지나쳐 또 막아보려 해도 소주 NCT127 ユータのユータットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。11月のテーマはドライブで聴きたい NCT の曲です。まずは NCT127 で Love on the Floor です。
この曲はですね、都会の夜の景色を横目に高速道路をドライブしたら良さそうですね。続いては NCT ドリームで Walk You Home です。ストーリーとしては恋人を家に送り届ける時の初々しい雰囲気なんですけど、メロディーがね、また秋の風景とぴったりマッチする、そんな一曲になっています。そして最後は NCTU でダンシングインザレインです。ちょっと小雨のね、降る日でも素敵なドライブができると思います。以上、ドライブで聴きたい NCT の曲でした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム、 NCT127 ユータのユータアットホーム、今日はオノマトペをテーマにお話ししていこうと思います。ちなみにオノマトペとはゆらゆら、ツルツル、ドガーン、ニコニコなどね、物事の状態や音などを表現した言葉のことです。でですね、中でもね、ユニークな使い方で話題に上がるのが関西人が使うね、オノマトペっていうのがね、よく話題に上がっているらしいんですけど、まあ例えば、この道ブワーっと行ってね、グワーっと曲がってとかね、あの人シュッとしてはるとかね、まあまあそれこそね、あの人シュッとしてはるなとか、よく僕のね、母とかも言いますし、僕の家族もね、すごくたくさん使う言葉なんですけど、まあ料理とかね、例えば鍋料理をしていて、まあ僕とかもよく使うんですけど、沸騰してるでっていうのを、ちょその鍋グズグズしてるでとかね、よく使いますね。はい、それぐらいね、関西人っていうのはね、オノマトペをよく使っているんですけど、まあそのね、オノマトペをよく使う理由としてはですね、なにわのアキンドがですね、物をうまく売る種にオノマトペを駆使したのではという説があるそうです。そんな関西人のですね、コミュニケーションに欠かせないオノマトペですが、関西人でなくてもオノマトペを全く使わずに会話することは、まあ実は皆さんもね、たくさん使っていると思うので難しいんじゃないでしょうかということでですね、特に日本語はオノマトペが多くて外国人がびっくりするそうです。まあ台本にね、いくつかオノマトペが書かれているので、最近のユータをオノマトペでちょっとね、皆さんに紹介していこうと思います。まずね、最近のツルツルね、最近のツルツルユータね、聞きたい、みんなすっごいツルツルしてるよ俺。まあ最近ね、僕肌再生プロジェクトっていうのを掲げていてですね、なんか化粧をもうずっとしてるわけで、知り合いのお母さんが言ってたんだけど、夏管理を怠ったやつは冬に来るよって言われて、で冬管理を行ったら次の春とかに来るよって言われて、あ、そういうことかと思って、すぐ肌再生プロジェクトをね、立ち上げて、最近ね、もうね、5個ぐらい塗りたくってんのよ。でそれのせいか、最近ね、お肌がめちゃくちゃツルツルになってきてですね、最近の僕のユータのね、お肌はめちゃくちゃツルツルやてっていう最近のツルツル事情でございました。はい、続いて最近のメロメロ、まあよくこれもね、シズニーに対して言いたい言葉なんだけど、あのオンラインでさ、最近再会があって、よくシズニーにさ、こう会う機会があるんだけど、そんなシズニーの甘い言葉に、僕ユータはメロメロだよ、すっごいメロメロ。はい、最近のオロオロですね、まあオロオロっていうか、まあこれもよく言ってるんですけど、ジョンがね、あのずっと僕の周辺でオロオロしてるんですよ。ジョンってさ、なんかこうずっとこう立ってソワソワしてるのに、だからあのジョンがね、こう周辺でウロウロするから、僕ユータがこうオロオロしちゃう。ウロウロとオロオロちょっと似てるけど、ちょっとごっちゃになってきたけど、もう一回言うと、ジョンが俺の周辺をウロウロしてるから、僕ユータがオロオロしちゃう。はい、最近のオロオロ事情でした。はい、じゃあ次行きたいと思います。最近のふっくら、ふっくらか、ふっくらって使う？みんな使う？ふっくらね、まあ、最近ね、僕言うたらですね、ふっくらとした焼きたての、なんかね、中にもちもちと、今のもちもちのもちもさ、オノマトペなのかな、もちもちっていうのも、あのふっくらとした小豆の入ったパンが大好物です。はい、最近のふっくら事情でした。ちょっとなんかこうやってさ、話そうとすると難しいね。なんかぎこちなくなっちゃう。うん。じゃあ最後ね。最近のピエンね。これはあるよ。マジでみんなに会いたい、ピエン。どう？綺麗にまとめたでしょ。終わり良ければ全て良しみたいなね。
はい。そんな感じで、まあ今ね、いくつか思い当たるエピソードを、オノマトペと一緒にお話ししたんですけど、何気なく使っているオノマトペですね。使う言葉によって若干ね、意味合いが変わったり、細かいニュアンスを伝えるのにすごく便利だと思います。ちなみにですね、韓国語には日本語よりもさらに多くのオノマトペがあると言われています。で、よく使われるのがですね、キルキル。俺これ使ったことないな。っていうか俺オノマトペ自体あんま使わないかもね。日本語で言うクスクスだそうです。でドゥグンドゥグン、ドゥグンドゥグンは日本語のドキドキですね。ドキドキするときに使うやつね。でフックンフックンは日本語のポカポカなど。いや正直俺今ドゥグンドゥグンしか分かんなかった。うん。でまあ僕ね、ほんとそれぐらい韓国のオノマトペあんまり使わないんですけど、これを機にね、いくつかね、こうちょっと勉強して使ってみようかなと思います。なんかさ、日本語のオノマトペもそうだし、韓国のさ、こういうオノマトペもそうだけど、ちょっと使ったら可愛らしく見えるというか、表現がこう柔らかくなるというか、なのでね、なんかちょっといいなって思ってる人の前とかで使ってみるのはぜひありだと思うのでね、皆さんもね、このこれを機にね、韓国語のオノマトペもね、少しずつ勉強して、なんか使う機会があれば使ってみてください。そんな僕が一つ韓国語のオノマトペを皆さんに一つね、ここでご紹介したいと思います。僕がまああんま使わないんだけど、よく使うなーって思ってみんなに紹介するのは、パンチャクパンチャクっていう言葉があるんですけど、このパンチャクパンチャクっていう言葉は意味はね、キラキラとかなんか美しいものを見た時によく使うんですけど、例えばパンチャクパンチャクピンなんだとか、だすごい綺麗に光ってるねとか、だからまあ例えばね、めっちゃくどいけど好きな人を見て、あーのぬんパンチャクパンチャクピンなんだとかね、ちょっと古くて使えないけど、ちょっとくどくて使えないけど、まあそんな感じで美しいものだったり、自分のね気に入ったものを見た時にパンチャクパンチャクっていうね、この言葉をね覚えて一度使ってほしいなと思います。それではここで一曲皆さんにお送りしたいと思います。ジャスティン・ビーバーで Off My Face。Touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight'Cause I'm way too buzzed. Too late now, you're in my blood. I don't hate the way you keep me up. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. 'Cause I'm off my face. In love with you, I'm out my head. So.NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのはジャスティン・ビーバーで Off My Face でした。さてリスナーの皆さんからもメッセージをね、たくさん今日もいただいていますので紹介していこうと思います。ラジオネームミミユユさん、ユータくんただいま、お帰り、いつも心温まるラジオありがとう、こちらこそありがとう。
人の気持ちを大切に思ってくれるゆうたくんが大好きです。先日放送で話していたレトロ、私も好きです。レトロな文字やワーゲンバスなどおしゃれですよね。ハリーポッターは最近ハロウィンだったので全シリーズ見ました。アメリカのディズニー特集を見ていたら2022年にスターウォーズの体験型ホテルができるみたいですよ。早くコロナが落ち着いて世界中のファンとゆうたくんたちが会えるように、日本でも待っています。忙しいと思いますが、ずっとゆうたくんが楽しく元気に過ごせますようにずっと応援しています。メッセージありがとうございます。まあ、僕もね、最近ハリーポッター全部見たよ。で、僕もこう世界観がさ、こうしっかりしてる映画とか、そういうまあ遊園地とかもそうなんだけど、そういうところがすごい好きだから、それこそこの韓国とか日本でもそうなのかな、最近はこうホカンスとかがねめちゃくちゃ流行ってるから、スターウォーズのホテルとかもねめっちゃ世界観すごそうだし、まあ、時間あればねアメリカツアーとか行ったがてら、時間があればね一度行ってみたいなと思います。でね、またコロナが落ち着いてね、前みたいにこう世界各国をね回れるようになれればいいなと思います。日本でもねまたコンサートがしたいですしね、たくさんの日本のファンとみんなまたね会ってこう触れ合う時間がね少しでも早く来ればいいなと僕も願っております。いい情報ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム若菜さん。私は高校2年生です。私の学校では今月修学旅行があります。大きく予定を変更することなく京都に行くことになりました。京都か。コロナの中でこのように学校行事をやらせてくれることに感謝し、感染対策をしっかりしながら修学旅行を楽しみたいと思っています。修学旅行に向けて荷造りを始めているのですが、ゆうたくんが旅行の時に必ず持っていくものや、これは持っていった方がいいと思うものはありますか、教えてください。早く状況が良くなってゆうたくんが日本に帰ってこれる日が来ることを願っています。メッセージありがとう。みんな本当にねいつも俺の心配してくれて、まあ、ちなみに俺の好きな京都に行くのね、めっちゃいいじゃん。俺も連れてってほしいぐらいだけどね。まあ絶対に持っていくものはなんだろうね。なんかこのラジオでも話したと思うけど、寝る時にちょっとの音とかでもちょっと起きちゃったり寝れなかったりするし、ちょっとそこら辺ねナイーブな男なんだよ。そう、意外とね敏感な男なんで、まあアイマスクとかなんだろうな、それこそね AirPod Pro ね、俺最近また買い直したのよ。その理由もめっちゃ面白くて、家にね浄水器あるのよ。で、浄水器あるんだけど、浄水器つけてからなんかね音がねするんよね。浄水器のビーンみたいな、多分水をろ過する音なのか何なのか分かんないけど、でその音がうるさすぎて寝れなくて、次の日すぐに AirPod Pro を買いに行って、あの AirPod Pro あの機能あるじゃん、あの音を遮ってくれるみたいな。そうだから、あれをして最近寝てるから。だから今旅行に行くとするならば、アイマスクとか、まあイヤホンね、耳を塞ぐものみたいなのは絶対持っていくかな。うん。あとね、まあ、韓国って日本みたいにこうお風呂にちゃんと浸かるっていう文化がないから、あんまりこう浴槽があるところがないのね。だから今日本に旅行に行くとかなったら、しっかりこう体のね疲れをこうほぐすために入浴剤とかも持っていきたいかな。うん、それぐらいかな。うん、まあね、俺の大好きなね京都で修学旅行をしっかり楽しんでほしいなと思います。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム真央さん。僕は小6男子で最近ゆうたくんのファンになれました。おー、初めてメッセージを送ります。この間の日本の音楽番組に NCT127 さんが出ていて、初めてスティッカーを見て衝撃を受けました。それからは動画を見まくって、大好きなフォートナイトをやっている時もお風呂に入る時も NCT さんを聞きまくっています。一番好きなのは 90s ラブです。ダンスを8年やっていて、今はヒップホップでフェイバリットをタップダンスで、英雄を自分なりに振りを考えて踊っています。すごいね、小6でだってもう8年やってるんでしょ。完成したら動画を見てほしいです。いや、ぜひ見るよ。まあ、完成したらまたねラジオ、このラジオで送ってほしいなと思います。ゆうたさんは高校1年生の時に韓国に行ったとお母さんに聞きましたが、僕も中学を卒業したらダンスを学びに海外に行きたいです。若いうちに行くのはやめとけなのか、行った方がいいのか、アドバイス欲しいです。日本に来る時はライブに行きます。これからも応援してます。メッセージありがとうございます。いいね、すごいね。てかめちゃくちゃこう最近好きになってくれたんだね、ありがとう。まあ完成したらね動画もねぜひ、見たいなと思います。で、まあ俺はね中学卒業したら海外にダンスをしに行きたいってことなんだけど、
全然行ってもいいと思います。でも俺ね、最近感じたんだけど、やっぱりね、俺も16の時にいきなり自分で秘密でオーディション受けて、で韓国行く何週間か前にこう親にね、俺韓国行ってくるからっていう、もうなんていうの、止められないようにして俺は行ったのね。だからそれでいいじゃんと思ってたけど、やっぱねこの年になってね、たまにさ、それこそコロナの時期とかでお母さんとかね、家族とさ連絡するって、やっぱさあ、そこでちゃんとしっかり言ってから行けばよかったなとか、ちょっとねそこら辺が最近になってね、この年になってこう、ああそこでこうしておけばよかったなとか、あとなんか最近こう、俺誕生日だったからお母さんがねこう手紙とかをくれたわけで、そこにもなんかいろいろねメッセージが書いてあったんだけど、だからこう行きたいっていうのはいいけど、やっぱねご両親をちゃんと説得して、後でこうここをこうしたきゃよかったなっていう後悔がないようにちゃんと整理つけていくんだったら、俺は全然ありだと思う。うん、それぐらいかな。まあね、あとは将来に向けてこうどういうダンサーになりたいのか、そこで何をするのかっていうビジョンをしっかり立てて、夢に向かって頑張ってほしいなと思います。あとね、これからも NCT の応援よろしくね。じゃあ続いての曲いこうと思います。 NCT127 でメアリ。NCT127 ユータのユータットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ60 seconds with ユータ。
1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介します。その1、漫画を読む。これは科学的にね証明されているそうです。その2、自分用に花束を買う。自分に向けてのご褒美がいいそうです。その3、パズルやゲームに取り組む。ダイエット中に甘いものを食べられなくなった時、その欲求をちょっとね減らしてくれるそうです。以上、今週の60 Seconds with ユータでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。NCT 127ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT 127ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にねこの方のメールを紹介しようと思います。ラジオネームふわふわさん。ユータくん、ただいま。福袋のオンライン予約に6連敗しすさんでいる大人シズニーです。シンプルに慰めてほしいです。ちなみに買おうとしていたのはちょっとお高めのパジャマの福袋でした。ゆうたくんはパジャマや寝具のこだわりとかありますか。いつもゆうたくんやイリチの皆さんに元気をもらっています。どうぞお体も心もご自愛ください。ずっと応援しています。いやー、それはでもあれですね、6連敗は愛護ですね。まあでもそういう時もありますよ。だって福袋ってだって確率ですもんね。まあね、俺が思うのはこれね、多分ふわふわさんね、この福袋買うタイミングじゃないと思いますよ。うん。あと僕ね、パジャマのこだわりは別にないんですけど、やっぱねパジャマはね楽じゃないとね。まあ俺さっきも言った通り、パジャマってよりかはアイマスクとかね、寝つきを良くするものにこだわりがある人なので、まあふわふわさんがね、いいパジャマをいい時期に買えるように僕も祈っています。はい、ということで皆さんの声を僕にこれからもどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。それでは皆さん、次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバーイ。かぶれじまらじょん、ディクベルネピョディ、チャンスページやな、ちょんまいなんとわなげのまどろ、どせげゆんわらぬごじごまろのぐごあらぶい、にまみしきなでろまれてでろんじきょどでんだなまりや、うりきりんだだらげぱっぱくしゃがい、ぬちたういんぼじまがねがぼせらまれや、こっちょんはじまごくねぱっぱみとう、のまんくれとどえもねぐるんのえごしや、ねよぺらこぱたいさばら、like a sneaker, sneaker, sneaker.